こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、Amazon オーストラリアで販売して儲かる商品ということでね、えー、この価格差をいくつも、えー、載せてあります。ゴルフバッグとかね、ウイスキーとか、リールとかね、えー、あとダイソー商品、おもちゃとか載せてます。で当然、会員の方はね、えー、個別に相談してください。で、この儲かる商品っていうのはね、 えー、まあ、公開している動画なんで、まあ、これをそのままやるとね、えー、逆に、えーまあ、オーストラリアアマゾンで、ね、参入障壁はどれぐらいになるかによりますけど、まあ、ここを起点にするとね強豪がたくさんいるところに突っ込むことに、えー、なりかねないというのが言えます。えーまあね え、員いとか扱ってるって分かってる商品を外して、私がアドバイスした商品を外して、で、自分がね、これはおすすめなんで、えー、いいなと思ってる商品を外して、それでも、まあ、差額のある商品を並べた、えー、リストですんで、まあ、正直、えー、まあ、ここに載ってる商品はね、まあ、こう、あたかもいいって書いといて何なん,なんですけど、まあ、どっちかって言ったらね、えー、あんまり扱わない方が、えー、おすすめの商品を載せてます。 基本的に私の YouTube 動画っていうのはね、会員さんのサポートの動画も作ってますけど、同時にね、サポートを受けたい人向けの宣伝も兼ねてるんで、逆に宣伝動画の方はね、当たり障りのない内容で、公開してもいい情報を公開してると。会員の方がね 公開している情報のもとに行動しちゃうと、えー、無駄な動きが増えちゃって、何のためにサポートを受けているのか分、えー、かんなくなっちゃいますので、えー、逆に、えー、この動画を見てね、何かやろうとする際は、えー、動画がどこにアップされているか見ていただいて、サポートサイト用の動画はね、サポート用の動画です。で、えー、j a p a n a i r c o j p の方にアップされているのは基本的にね、えー、募集用の動画なんで、えーまあ、そこを 分けてみていただくとか、あるいはね、私にこう書いてましたけど、これは実行した方がいいんですかというようにね、聞いていただければと思います。まあ、実際、重要なことはほぼ、まあ、非公開動画でね、会員サポートメルマガの方で流してますので、まあ、逆に動画はそのサポートメルマガの動画を見落とさないようにしておいていただければ、まあ別に、えー、全部チェックしていただかなくてもいいと。 チェックしていただかなくてもいいというか、古い動画で、ね、ノウハウが変わったものもね、えー、特に消さずにそのまま残ってますんで、まあ、古い動画を見てね、実行すると、まあ、そもそもね、えー、今のノウハウと全く合わない、あるいはひどい目に遭う可能性もあるんでね、会員の方はそこ、注意してください。 動画作っといてね、当てにすんなというのも何なんですけど。で、あと、えー、これで、えー、価格差がある商品探してて、あ、これやりがちだなと思ったのヘルメット。ねヘルメットはオーストラリア独自の安全基準がありまして、その安全基準に合格したヘルメット以外はヘルメットとして認められないです。もちろんね、日本のヘルメットっていうのは世界最高水準の 安全基準をクリアししてるんんでですすけど、まあ、そななの通用しないですねオーストラリアの試験に合格してなかったらこれね、えー、オーストラリアの場合、自転車もオートバイもね、ヘルメットかぶってないと違法になりますんで、日本のヘルメットね、えー、eBay なり a z o n で買ってかぶってたらね、切符嫌いだと言ったらね、どう考えてもクレームになりますしね、まあ、もしかしたらね、えー、それによって事故で怪我したり死んだりした場合、損害賠償とかって話にもなるんで、えー、ヘルメットは使わない方がいいです。 ヘルメット扱わない方がいいっていうかね、そもそもその、その商品を使うことによってね、大怪我するとかね、死ぬとか生きるとか、そういうね、重大な事故が起こる周りの商品っていうのは扱わない方がいいです。もっと全然どうでもいい商品で儲かる商品はたくさんあるんでね、えーまあ、医療器具とか安全器具とかね、あるいは使い方を間違えたり、 そそのの商品の出来がが悪かかかったら、ね、怪我をするとと死ぬうういいうい、ね、扱わない方がいいですでオーストラリアアマゾンで儲かる商品これもね本当に口座が登録できるようになって始まってみればあ,あまりにも簡単に見つかるんでね、えー、特に今からなんか頑張って用意しとかなきゃいけないということはないです、えー、1件5000円以上儲かる商品についてはね、えー、頑張らないと見つかんないと思うんですけど 逆に頑張って見つけても、すぐに FBA 始まっちゃったらね、FBA に切り替えるんで、あんまり意味ないと。ね、だから、あの、すぐに思いつかなかったり簡単に見つかんない場合はね、その、1件5000円の方は置いといて、えー、まず、えー、ダイソー商品とかね、あるいは身の回りの安いものを売ってる商品なんかで商品をリストアップしていくんで、えー、何を扱ったらいいかわかんないという場合はね、まずスカイプ相談して決めますんで、お気軽にスカイプの予約をしてください。 例えば今回のこのリスト見たくね、私からの提案でこういう商品がいいですよっていうやり方をしちゃうと、どうしてもね、私を起点にして商品選びをする人は複数人出てくるわけですから、バッティングしやすいです。それよりもね、今までの経験とか、近所に何の店があるかとかね、そういうところをね、ね会員さんの一人一人のよって事情が違うところを起点にして選んだ方が全然ね、バッティングしないで選べるんで、 まずは、ね、私からの提案ではなくて、スカイプで話をして、じゃあこの辺でやりましょうという提案をするんでね、商品選びで迷われている際は、まずはスカイプ相談をご利用ください。そんなわけで、ちょっと動画を作った後にね、この動画を作っとかないと、まあ、勘違いして見本にした商品を規定に探されちゃうと、効率悪いなと思ったんで、この動画を作成しました。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。